腹ペコだったのでミョンドンのトースト売り場に来ました。ここ結構人気があっていつも並んでます。5番のハムチーズトーストにしました。こんな感じで作ってくれます。初めて食べたんですけど、甘くてバターの味も効いててすごく美味しかったです。両替ちょっとねレートがマシになってきてました。でこれね、雪が降ってきてるところを映そうと思って頑張ってます。チラチラと雪が降ってました。この日はマイナス12度ということです。寒かったのでミョンドンの駅の地下街の方に来ました。ちょっとぐるっと回ろうかなと思って回ってるんですけど、セールみたいなのがやってて1万ウォン、だいたい1100円ぐらいですね。で、服とかが売ってました。これね上下セットなんですけど可愛いなと思って見てます。1万4000ウォンになります。このトレーナー前に買ってすごい良かったので、あ、同じのあるとか思ってます。でセールで1万ウォン結構ありますよね。高速ターミナルでも、同じ感じの値段でした。ですのでまあミョンドンで買ってもいいかなと思います。こんな感じで、アイドルのねステッカーとかポストカードとかも売ってます。トレーナーのね裏肝のやつが、いっぱい売ってました。あとズボンとかもね裏肝のが多いです。こうやって韓国のお土産になりそうなものも売ってます。この寝巻きね上下セットで1万ウォンです。スカートね1万9000ウォンでした。いいなと思って見てます。奥の方に行ったらねコートとかもね、売ってました。あったかそうですね。シュークリームみたいなのも売ってます。だいたいねここにあるものを高速ターミナルにもありました。ミョンドンなんですけど結構安く売ってるので、まあ、高速ターミナルに行かなくてもここで、十分お買い物ができるんじゃないかなと思います。ミョンドン駅の南側にノースフェイスのお店があります。他にもトンデモンとかソウル駅のところにアウトレットがあります。ここはねホワイトレーベルって言って韓国にしかない、ラインがあるみたいです。値段の方はねまあ日本よりは少し安いんですけど、まあ、ネットとかでね売ってる分からしたらあまり値段が変わらないので、特にここでは何も買いませんでした。
新世界百貨店のイルミネーションを見に来ました。みんなねビデオ撮る人でめちゃくちゃ混んでたんですけど、すっごい綺麗でした。今日の夕食はキンパを食べようと思ってやってきました。これメトロホテル近くの、チキンいっぱい売ってるね、あの店が集まってるところなんですけど、そこの角にある、南蛮キンパですね、そこに行きます。この左のね、あの黒豚屋って書いたところ、フットンガなんですけど、ここもねすごく美味しいサムギョプサルのお店です。このキンパね初めて食べるんですけど、具がすっごいたくさん入ってて美味しかったです。たくあんとスープも無料です。最後にね、あの明洞の町を少しうろついて帰ろうかなと思って歩いてます。定番のホワホワ、手袋もねいっぱい売ってました。あったかそうでした。だいたい500円から1200円ぐらいの間でしたね。化粧品屋がねなんか少なくなってるなってイメージでした。まあ化粧品はねとんでものマスクショップで買おうと思ってるので、ミョンドンでは、どこにも入らなかったです。このね右側にある服屋さんは昔からねありますね。結構可愛い服が置いてあるので好きです。果物屋さんもねあるんですけど、ちょっとお高めかな。このね、あのタルト屋さんね、むちゃくちゃ可愛くて美味しそうな感じですね。これあのワッペンの店ですね。今ミョンドンで流行ってて、たくさんお店があります。この角にあるね服屋さんもこれ結構高いんですけど、あのすごい可愛いやつがいっぱいあります。これも昔からずっとあるお店です。これ全部2900ウォンということで、だいたい310円ぐらいかな。いろんなね小物が売ってました。キーホルダーが多いですね。こうやってねぬいぐるみのやつですね。何のキャラかわからへんやつもあるんですけど、これプーさんみたいなティガー、このアルパカのやつ、下のやつ、これめちゃくちゃ可愛いなと思って見てました。買えばよかったかな。でもどこにつけんねんって感じなんですけど、髪の毛くぐるゴムとかもねいっぱいあります。あと携帯の、あの後ろにつけるなんかリングみたいなやつ、ああいうのもいっぱいありました。携帯のストラップですねこれ。あとキーホルダーなんですけど、あのクレヨンしんちゃんがねなんか流行ってるみたいでいっぱいありました。あとサンリオのキャラクターとか、トムとジェリーとかもねありましたね。ふわふわのキーホルダーですね。
キーホルダー好きにはもってこいの店のような気がします。占いのねお店もありました。上の方がキラキラして綺麗です。ここはちょっとした食べ物のお店ですね。このねふわふわのバッグねいつも可愛いなと思って見てます。で今回ね初めてミョンドンで見たんですけど、これ似顔絵描く店なんですけど、外に座ってて中からね覗いてね描いてくれるお店です。最後オリーブヤングに寄りました。このお菓子がね好きで、いっぱい買ってきました。化粧品はね買ってません。このチップがねめちゃくちゃ美味しいんですよ。部屋はこんな感じです。タオルは大きいのと小さいのがあって自由に変えれます。そしてお手洗いの方はこんな感じで結構広いです。ちゃんと窓もあります。はい、シャンプー、洗濯物を干すラックみたいなのもあります。でここにハンガー、